れ様です。今日もサバンナモニターの時間がやってきました。今ね、隅っこで縮こまってます。結構脱皮もね、してますね。ところどころ色がね、くすんで皮がむけ始めてます。ちょっとね、湿度にも気をつけながら飼育していきますね。よし、じゃあね、とりあえずなんかちょっと寝てるけど起きろー。ハンドリングからまあやっていきます。なんか寝てるな。いい、はい、最初に尻尾打ちが飛んできましたね。なんかね、最近結構すんなりと持たせてくれます。はい、もうちょっと、もうちょっとね、つかませて、はい、怒りはするけどね、前、以前よりもね、結構スムーズに。あ、もうダメだ。こうなったら、もう、いやいやモードに入ってますね。こうやって近づけてよ。怒ると思うんで。わあ、めっちゃシューって言ってる。ペロペロして安全確認をしてますね。あ、食べ物じゃないんだよね。あ、めっちゃ飲み込もうとしてる。あ、やばいやばい。このね、サイズだと別に噛まれても、出血はしないんで大丈夫なんですけど、ちょっと今ね、やばいね、ご飯、ご飯だと思ってる。ちょっと、このままだとね、ダメなんですよ。大きくなった時に、手をご飯だと思ってると、でかくなったのが噛みついてくるじゃないですか。それだとちょっとね、まずいんで、もうちょっとね、触り倒します。餌じゃね、ないっていうことをね。そうだよ。手だからね、人の手だよ。この、食べ物じゃないっていう認識を持たせるために今、ハンドリングをしてます。人に慣れるっていうのもね、もちろん、あれなんですけど、人の手をね、噛んでこない、ね、子にしたいんで、ちょっとね、どんどん触り倒さないと。でもね、今日何日目だっけ？なんかもう3週間ぐらいさ、経ってるんだけど、結構ね、ちょっと進歩はしました。結構ね、触らせてくれるようになったんで、じゃあね、ちょっとスキンシップもしたんで、起き家のね、ご飯タイムをやっていこう。いつも通りのね、ピンクマウス L ね、切ってあるんで、これを与えていきます。ご飯だよ。多分ね、もう、匂いがね、してるんで、ちょっとね、あたりを探して、
そわそわしてますね。そろそろね、気づくと思うんだけど。いいよ。来た来た。食べちゃいなよ。でちょっとね、今日からね、食べてる時に触ることもしていきたいと思います。うちにいるもう一匹のね、大きい方のサバンナモニター、テオちゃんもね、食べてる時に結構ね、触ったんですよね。結構撫でまくってて、それとちょっとね、同じことをやっていこうかなと思います。この時にね、こうやって、キヨちゃんの時はね、もうちょっと大きい時にこうやって触ってたんだけど、今のうちにこうやって食べてる時も触ろうと思います。このね、状態なら、状態っていうかこの大きさならね、噛まれても全然ね、血とか出ないんで、いいね。はい、もう一個。ピンクマウス、L サイズ1個分。頑張れ。はい、はい。いいね。うん、結構ね、ピンクマウス L サイズペロッと食べることができるようになりましたね。少し前まではちょっとかけらを残して次の日にね、また食べてるみたいな感じだったんですけど、もうね、ちょっと大きくなって丸々一匹分平らげることができるようになりましたね。素晴らしい。今結構触らせてくれてる。あ、口にまだついてる。今ね、結構触らせてくれてるけど、どうだろうね。これを毎日続けて、もうちょっとね、人に慣れてくれれば嬉しいんだけど。どっか行くね。じゃあ、今日はね、この辺りで終わりにしよう。どうですかね。だいたい3週間ぐらい経ったんですけど、ちょっと慣れたかな。最初の頃よりはちょっとだけ進歩した感じはありますね。毎日ハンドリングして、その後にご飯を置き餌であげる。これを繰り返してるだけなんですけど、まあそのね、個体ごとの性格にもね、よるんですけど、この子は結構早めに慣れてくれそうですね。あともう1ヶ月ぐらいしたらどうなってるか、ちょっとね、先のことがわかんないですけど、楽しみでもありますね。ということで、今日もね、ハンドリングしてご飯をあげました。ちょっとだけ
進歩が見られて嬉しいですね。今後もこの子のね成長記録、あとサバンナモニターね、でかい方の動画とか、あとオニプレの動画もねたまに出してるんで、そっちの方もよろしくお願いします。それじゃあバイバイ。